時刻は10時5分になりました。富士スピードへご来場の皆様、おはようございます。いや本当にいい天気の中で、行われております。この後の行われますトヨタガズレーシングメッツカップビッツレース2017グランドファイナル日本一の決定戦、果たしてどのドライバーが表彰台の真ん中に登ることができるのか、重要な決勝レースがこの後行われていきます。実況は私平野健でお伝えいたします。皆様どうぞよろしくお願いいたします。いや本当にこの寒い中行われますグランドファイナル日本一決定戦、この関東シリーズ、関西シリーズ、さまざまな5つのカテゴリーに分かれたシリーズではありますが、そのシリーズで活躍したドライバーもいれば、もしかしたらこのグランドファイナルで、名を残すドライバーもこの後出てくるかもしれません。ぜひ皆さんこの後54台で行われる決勝レース、しっかりと目に焼き付けてほしいと思います。さて今回のトヨタガズレーシングネッツカップビッツレース2017グランドファイナルの先導車なんですが、この車両は来年の2018年、トヨタガズレーシングネッツカップビッツレースに参戦することができる車両、ビッツ GM 界の決勝で見事優勝するドライバーはどのドライバーになるのでしょうか。各シリーズで優勝したドライバーもいます。惜しくも優勝することができなかったドライバーもいます。悔しさをバネにしてこのグランドファイナルでいい結果を残したい、そういう思いで、さあフォーメーションラップ開始となりまして、北田和也から順番に1コーナー TGR コーナーへと進入していきます。さあこの1コーナー TGR コーナーをクリアしていきますと、下にぐーっと下がっていきます。この1コーナー TGR コーナーは想像以上に、右に曲がっているコーナーでありますから、首が痛くなるんじゃないかというぐらい右に曲げなければいけません。さあ続々と各マシン1コーナー TGR コーナーを立ち上がり、この気温が低い中で路面コンディションを確認しながら、なおかつタイヤを温める作業に入っています。昨日の予選でもどんどんとタイムを上げてきまして、カーナンバー4の北田和也がコースレコードをマークしました。2分15秒333。まあ、木曜日には14秒台に入っていたというふうにコメントしていましたから、この14秒台で走ったらこれは本当に盛り上がります。さあその北田に対してどのように仕掛けてくるか、2番グリッドからスタートするカーナンバー25の水谷大輔です。水谷大輔も2014年のグランドファイナルで優勝した経験のあるドライバー。さあ現在フォーメーションラップが行われております。今もしっかりとダンロップコーナーへ進入しました上位陣、水谷大輔と3番グリッドからスタートするデパマン石綿、右に左にマシンを振りながらしっかりとタイヤを温める作業に入っています。さあここのダンロップコーナーをクリアしますと、ここからはセクター3です。このセクター3は上にぐーっと先にトップに躍り出たのはカーナンバー25の水谷大輔だ。水谷大輔が今ブレーキをし TGR コーナーへ進入していきました。3番手はカーナンバー62のデパマン石綿、おっと TGR コーナーマシン1台くるっと回った。カーナンバー61藤井壮、ちょっとどうした TGR コーナーで今マシンを止めてゆっくりとスロー走行しながらレーシングスピードへと戻っています。さあトップです。トップは依然としてカーナンバー25の水谷大輔。水谷大輔が現在トップを走行しトヨペット100R コーナーへ進入しています。さあトップ争い激しくなってくる。2番手はカーナンバー4の北田、3番手はカーナンバー62のデパマン石綿、4番手は後攻の北田和也、前を走行している水谷大輔をオーバーテイクしたいところ。さあ1周終了、2周目入った。3番手のデパマン石綿14番、これはすごい。4番手を走行していましたカーナンバー1の峰幸宏、3番手に順位を上げました。これはデパマン石綿にとってはしまったという気持ちでしょう。
右に左にマシンを振りながら出たの石綿、3番手を走行している峰幸宏にプレッシャーをかけています。ですが動揺しません。カーナンバー1の峰幸宏、さあさらにはトップの2ライン水谷と北田ですが、トヨペット100あるコーナー立ち上がり、アドバンコーナーへ今進入しました。2番手の北田勝也も近づいてはいるんですが、この後もダンロップコーナーです。さあインガーに入り順位を変えることができるでしょうか。峰幸宏とデパマン石綿の3位争い、3位が峰幸宏、4番手デパマン石綿、この3位争いが非常に激しくなってきている。デパマン石綿がインガーにマシンを寄せながら今コカ・コーラコーナーへ進入し、さあ3位が争いが激しくなってきた。デパマン石綿大きく外側に膨らんだ。トヨペット100あるコーナー3位争い、手に汗握るバトルとなっています。デパマン石綿3位、4番手はカーナンバー1の峰幸宏です。さあ3位争い、後ろからも近づいてきているのはカーナンバー34、どんどんと近づいてきています。この3位争いがまだ分からなくなってきた。順位を守ったまま3番手も依然としてカーナンバー1の峰幸宏が3番手を順位を守っています。さあトップ争いと3位争い、これは3台4台絡む3位争いとなってきそうだ。コカ・コーラコーナーを今立ち上がりました。3位のカーナンバー1の峰幸宏、トヨペット100R コーナーへ進入したところで4番手を走行しているデパマン石綿と若干距離を広げてきています。さあトップの2台ヘアピンアドバンコーナーへ進入、このヘアピンアドバンコーナーを立ち上がり 300R でもなんとかして水谷前に出たいところだが、この距離ではちょっと前に出るのは厳しいか。ナンバー26が前に出ようかというところ、サイドバイサイドになりながら、もう前方でもカーナンバー107が今1コーナー20アルコーナー上本和樹が前に出ました。注意を浴びました。いやーといってもこの54台本当に強くなります。上がりトイペット100あるコーナー後方でも順位が変わってきてきます。さあ4位争いをしているデパマン石綿と渡辺圭介、さあ先ほどもお伝えしましたがカーナンバー922に対して黒旗、ドライブスルーペナルティ無視のためカーナンバー922に対して黒旗が提示されています。黒旗が出てしまいました。カーナンバー922、やはりレースに集中してしまいましたか。カーナンバー922に対して黒旗が出ています。グランドファイナルでさあどこまで順位を上げることができるかというところ、4位争いも面白くなってきました。4番手はカーナンバー61のデパマン石綿、さあそしてトップの2台が水谷が近づいてきました。ダンロップコーナーの進入です。セクター3へ入りました。トップの北田勝也、水谷大輔、ここでまた13コーナーでバトルをしている。峰幸宏もヘッドライトをつけて後ろからプレッシャーをかけていますが、
なかなか前に出ることができません。さあ北田和也の後ろに水谷が近づいてきた。これは接戦になりました。さあトップ争い激しくなってきました。最後をマークしました北田和也。今トヨペット客あるコーナー立ち上がり、エアシンアドバンコーナーへ進入ですがまだ分かりませんよ。現在トップはカーナンバー1の峰幸宏、2番手はカーナンバー25の水谷、3番手カーナンバー4の北田和也です。すごいレースになってきました。さあ水谷がアウト側にマシンを膨らませながら今ダントップコーナーへ進入しました。北田和也も後ろから狙っている。電波マン石綿も近づいてきた。いやこれわからない、最後どうなるか。皆さんどのドライバーがトップチェックを受けると思いますか。3番手を走行している北田が右に左にマシンを振りながらさあ前を狙おうとしている。峰幸宏が現在トップ、2番手水谷、レクサスコーナーへまもなく進入していきます。北田和也が一気に入ってトップになろうかというところ。2番手に順位を上げましたが3番手に順位を落としている。トップはカーナンバー1の峰幸宏、2番手水谷、3番手北田、4番手電波前石綿、電波前石綿も3番手。コースレコードをマークしたドライバーでもありましたが、今回のこのビッツレースグランドファイナルでは他のドライバー水谷大輔、電波前石綿、さらには峰幸宏に作戦でちょっと負けてしまったかなというところであります。さあトップのカーナンバー1、峰幸宏、今右腕ガッツポーズを上げながらチェッカーを受け、今ゆっくりと走行しています。先ほどもカーナンバー25の水谷大輔もガッツポーズをしていました。今ゆっくりとダンロップコーナーへ進入している。さあ現在ビジョンではこのリプレイ映像が映っているわけではあるんですが、いや本当にすごかった。この3番手のカーナンバー62のデパマン石綿、いや皆さん最後まで諦めちゃいけないんですね。デパマン石綿選手がそのことを証明してくれました。それにしてもこのトップチェッカーを受けましたカーナンバー1の峰幸宏、今年の関西シリーズでもチャンピオン、関東シリーズでもチャンピオン、さらにはこのグランドファイナルでも優勝、三冠達成という大変素晴らしい成績を残しましたカーナンバー1の峰幸宏。先ほどから各コーナーへ進入するたびに